日本の要はジャニーズとかがあんまりこうね、あの海外進出しにくくて、いやこのやっぱりこの韓流のこういうアイドルがどん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 出ていくのってめちゃくちゃ英語が綺麗、英語は上手やね、うんうん、なんかそのすごいネイティブな英語やね、これアメリカで育ったんですかみたいな感じまでちゃんとトレーニングされてるね。なるほどね、そこがしっかりトレーニングされてるっていう。あとはね、あの内容がね上手、うん、あの言ってたね、英語でなんか愛を歌うとかじゃなくて本当はアメリカのカルチャーをめっちゃ上手に入れてて、うんうんうん、アメリカの人が聞いても楽しいね、あのいろんな年代の人が聞いて楽しいようにこういろんな層をつかめるようにすごい上手に作ってある。はい、今日は BTS のダイナマイトということで、たえちゃん人前で歌ったことあるって？あるあるですね、高校生の高校に招いていただいて、うん、なんかあのジャズとか R&B もいいねんけど、うん、なんか最近流行ってるみんな知ってるやつっていうのを先生に聞いたら、いくつか上がってきた中にこの BTS のこれが入ってて、うん、去年あでも2020年の末ぐらいの話やったんけど、うん、そういったらすでに流行ってたから、で最終的にそのコンサートが行われたのは去年の年末やねんけどね、うん、この BTS のこの曲になんかその学校の校歌もくっつけて、うまいこと言ってさ、てか校歌の後に BTS をドカーンと突っ込んだんやけど、うん、面白かった面白かった。やっぱり私が家で練習してからうちの娘も歌えるようになったよ。あーすごいな。まあでもこれ耳障りいいからな。そう下手にバイリンガルやからもう うまいからね、こういうの。あーなるほどなるほど、そっかそっか。まあこの曲がまあこの間も話しててこう要は、まあ、日本の要はジャニーズとかがあんまりこうねあの海外進出しにくくて、いやこの、うん、やっぱりこの韓流のこういうアイドルがどん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 出ていくのってめちゃくちゃ英語が綺麗、英語は上手やね、うん、なんかそのすごいネイティブな英語やね、これアメリカで育ったんですかみたいな感じまでちゃんとトレーニングされてるね。なるほどね、そこがしっかりトレーニングされてるっていう。あとはね、あの内容がね上手、うん、あの言ってたね、英語でなんか愛を歌うとかじゃなくて本当はアメリカのカルチャーをめっちゃ上手に入れてて、うんうんうん、アメリカの人が聞いても楽しいね、あのいろんな年代の人が聞いて楽しいようにこういろんな層をつかめるようにすごい上手に作ってある。でも作った人ロンドンの人らしいんやけど、ロンドンの人、ロンドンの人がコンポーザーらしいよ。そうなんや。あだからやっぱもう完全にそのもうアメリカの客層を取り入れるためのもうそういうこう、もう戦略やよね。だから戦略的にすごいうまいこと言ってる。しかもアイドルでさ、うん、もうあの心をがっちりつかむ感じで、待って、しかもあのそう予想はしてなかったんだろうけど、その、うん、このなんかアルバムの一番最後でドカーンとこう花火みたいな感じで作る曲ってしようと思ったら、うん、コロナがいきなりやってきて、うん、世の中が暗いのをこうそしたらもうみんなこれで明るくしてあげようみたいな、そんな感じになったから、余計にこう2020年のみんなの心をこれであのこうあのギュッと掴んだみたいな。なるほどなるほど。歌とダンスで、そっかそっか、そういう意味ではもうめちゃくちゃこうあの大事な曲でもあるんやろね。そうだね、なんか2020年を代表するなんかすごい数のダウンロードやったみたいよ。なんか1ミリを超えたかなんか、うん、でそれしかもその2020年にそこまで行ったのはこの曲だけだったみたいな、アメリカぐらいのあのヒット具合。まあそのアメリカのカルチャーをうまく歌詞に組み込んでこうそういうところらへんも、まあ、今日はちょっとお話しし、歌詞を解説しながらお話ししてて、はい、まあ、最後に、僕がサビぐらいは歌えるようにレクチャーしてもらおうかなということで始めていきましょう。はい、それではまず最初、もうこれいきなりサビからやもんな。じゃあ最初、一行目ね、I'm in the stars tonight。 これさ、あのビデオとか曲聴いたらもうすぐわかんねんけど、読んでしまうとさ、うん、I'm in the stars tonight だけど、I'm in the stars I'm in the stars tonight なのね。あーなのね、I'm in the stars tonight、でそのstars tonight、I'm in the stars tonight ってくるわけよ。で、So watch me bring the fire and set the night alight。 なんかこう、bring the fire and set the night alight ってなんか6曲ぐらいにこんだけを詰めなあかんねんけどさ、うん、
自分が昔歌詞をあのノートに書いて覚えてた頃ねとか大学時代とか、うん、インターネットですぐにあの歌詞が出てこなかった時代さ、あの本とかから自分で書き写してなあの勉強してたっていうか覚えてた時はそのアクセントのところにいちいちちょんちょんつけてた、あの、うん、ポエトリーとかさ、詩とかでもさ、あの、うんうん、この時の抑揚ってあるやん、よく昔のイギリスの詩とか学校で習う時にも、ここがこう抑揚があってみたいな、そう、ちょんちょん、その、あの高いところ、これ全部やったらすごい大変けど、でもそういう。Bring the fire の I に、and set の E で、So watch me bring the fire and set the night alight. So bring the fire.And はもう短くて And set the night light. そうそう。これで6拍。Bring the fire and set the night light. まあでも night light がさ、あのちょっと深刻、あのなんていうの、前に来てんねんけど、リズム的には。うん、night light、うん。それが抑揚ね。こういう抑揚の頭にこう、特にこう母音のところにつけていくのかな。そう、でもどこの母音か、ザ・アンドじゃないとかさ。アンドじゃないとね。うん、そう。And this and set, set, そこに bring the fire and set. で、こう行くところのところをあの、うん、きちんとつかんどくと歌いやすくなる。うんうん。だからその、拍の頭のアクセントがつくところに、この、そうそう、しかもその、シーンじゃなくて母音のところにアクセントつけていく感じやんな。そうだね、そこがはっきり言ってるからね。Cause I'm in the stars tonight。意味とあんまり直接あの関係ないこともあって、うん、I'm in the stars tonight。だから、そんな感じを、なんかもうあの、こうアイドルくんがこうキラキラしてこうみんなを明るいところに連れてってくれる感じ。なるほど。もうまんまやね。まんまやね。もうこう気持ち明るくなるね。明るくなるね。まあ、タイちゃんが見ててもやっぱりこう目にいい感じ見てあのこう男の、まあ、かっこいい男の味が歌ってるの。そうそうそう、あのあでしかもなんかあのビデオがさ、うん、パステルカラーとかめっちゃ使ってる、なんかこうだ70年代の LA のなんかあのビデオ80年代とか、うん、すごい意識してる感じがする。なるほどなるほど。あのみんなあの心を明るくしてあげような気持ちが満々やねんか、そんな。なるほどなるほど、うんうん、ということで、今のこの時期にはちょうど本当に、まあ、コロナのね、ね、また。この時期に出てきたみたいな。ね。みんなで頑張ろうみたいな感じじゃなくて、ね、すごいあの、パーッと明るくする感じ。なるほど、なるほど。OK。じゃあ、その後はさっと行こうか。じゃあ。Shoes on, get up in the morn. Cup of milk, let's rock and roll. これは、Shoes on というのは、あの、なんていうの、パッパッパッといろんなことを説明していく歌詞で。うん。Shoes on っていうのは、Put your shoes on、うん、靴履いて、うん、Get up in the morn。 これあの、この方が並びが良かったからこうなってんねんけど、順番的には、まあ、起きて、靴履いてやけど、この方があの歯切れが良かったやな。Shoes on、うん、Get up in the morn。 朝起きて、靴履いて、Cup of milk、うん、ミルク飲んで、うん、Let's rock and roll、まあ、これ、まあ、さあ行こうって感じ。ロッカノール、うん、なるほど。Let's go やねんけど、まあ、Let's rock and roll の方がかっこいい感じ。でしかも、カップミルク、あの、ミルクを飲んで出ていくぐらいの高校生ぐらいの年代の子って感じやな。うん、なるほどね。朝だからワンカップ大関飲んでいっていく。そうそう、飲んでいかない。あとがブラックコーヒーだけでは出ていかない。ちゃんとううあミルク。ワンカップ大関ってなんでそうなんでおっさんかみたいな。そうか、靴履いてから起きたら逆やからな、その、ね、シューズオン、ね、うん、あまあでもその革靴ではないよね、リズムの感じでこうこっちこういう順番になってるってことね。そうそうそう、うん、朝起きて靴履いて牛乳飲んで出かけよう、だから靴履いてから牛乳飲むっていうのもあれけどまあ要はそういうこうどん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 説明してるってことね。そうそうそう、あの慌ただしい感じでもう一気に回って感じ、上してすぐ飛び出そうみたいな、うん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 、はい、次が。King Kong, kick the drums, rolling on like a rolling stone. この King Kong ってなんでここで King Kong 出てくるのか分からへんけど、うん、これ明らかに King Kong なんだけどね。King Kong みたいにっていう意味かなと思って、あの、うん、あなんか大きく。ああ、なるほど、なるほど。うん、kick the drum は、まあ、ドラム、これさ、あのこの歌詞の端々にすごい音楽用語みたいなのも出てきて、うんうんうん、でだから、kick the drum。まあ、ベース、バルスドラム蹴ってたし書いたけど、なんかその、うん、なんか
そう、勢いある感じかな。なあ、なるほどな。で、本当にあのこの後でもベース音が聞こえるかとか出てくるから、本当にそのドラムビートも意識した歌詞かもしれないし、もしこういうようなバン、バシッとなんかを蹴るようなイメージ、うんうんうん、で朝の元気な感じを出したいのかもしれないし、あ、うんうん、でまあ、蹴るドラムを蹴るって明らかに私たちじゃない、バスドラを蹴るバスドラ踏む感じやな感じだけど、うん、Rolling on like a rolling stone も、うん、こうあの歌詞を訳す人によってはさ、知らなかったらそのローリングストーンってこう石ころ、あの、うんうん、転がる石が苔をむならないのあるやん、あれ、うんうんうん、ガザスノーモスみたいな、うんうんうん、だからそういう意味の、でこの石ころみたいに転がっていこうぜもあるし、うん、でも音楽用語、音楽好きな人にとってはさ、あのザ・ビートルズの一人一人のことをアビーロー、うん、ビートル一人一人がいて、みんながいてザ・ビートルズになるわけで、うんうん、ローリングストーンズも一人一人はア・ローリング・ストーンなわけよ。ああ、なるほど。一人一人が。で、まとまってザ・ローリング・ストーンズになるから、なるほど。ローリング・ストーンみたいな気持ちでかっこよく決めて朝出かけようっぽい、rolling on like a rolling stone っていうのも伏線である。ある、なるほど、なるほど。うん、コロコロ転がって楽しく行こうもあるし、うんうん、ポーズみたいに決めていこうみたいなのもある。そうか、そうか、そうか。うん、こういうのね、端々に出てくるね、これ。あ、なるほど。手を引いてる感じが、伏線引いてる、まだ心をキュッと掴むんだよね、きっと。あ、なるほどね。まあ、ローリングソースしてる人からするとそれもあるし、そう、さっきローリングソース、ギャザーも、そう、A rolling stone gathers no moss。ギャザーズの、要は苔を寄せ、集めてこないってことやな、ギャザーズ。そうそう、日本はその苔を蒸すのが長くじっとしてて、それが素晴らしいっていう文化やけど、うん、アメリカのその文化としては、苔も寄りつかないぐらいしょっちゅう動いてんのがいい。いいみたいな感じだね。そうっていう格言が、逆の逆格言があって、うん、ローリングストーンっていうのはそれ思い浮かぶ、その、うん、常に動いてる感じ。もうな、常に新しい仕事をどんどん3年で繰り返すのがさ、良しとされる国だ。うちはもう一生同じ会社で勤めるのが、それはいいとされる。これはね、手拍子もそういうあると思ってて、こう裏拍にこうワンワンエンツーエンスリーエンフォーエンと動くやん。うんうんうん。でも日本のこのやれんそーらんとかは表やんか。でもこれってダンスが正の美なんやんか、ポーズの美なんやんって。日本のダンスは、ね、要は着物を着てこう、こうここがパンって開かないように、美しさか、そう、こうそこの表拍に向かって、そこで止まる、そこで次に止まるっていう踊りなんよ。だから、なるほど。だから みんなその日本が悪いって言うんやけど、いやちゃうねん、もう踊りが正の美やから。なるほどね。だからリズムは止まらなきゃいけないんですよ。だから1、3なんよ。だけどそれもそれはアリアはすごいわ、うん、でこう体を揺すりたいっていう感じになると24の方が絶対いいわけですよ。うん、だからそのなんかこうやっちゃいけないとかそういうわけではなくて、1、3っていうのはやっぱりそう適材適所でちゃんと見せる美のね、そう、美が違うってことなんよ。だからその日本はその動かないってことを美徳って考えるけど、海外の人はどん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 動いていく、じっとしてのあかんでみたいな美徳みたいな、まあ、ここはすごい感じるよね。だからそういう意味ではね、そうだね、うん、はい、これ、まあ、次行きましょう。次は Sing song when I'm walking home。これはまあ帰り道には歌歌っていこうぜ。これは素直やね。うんうん、Jump up to the top, LeBron。これは、うん、LeBron っていうのはあの LeBron James って言って、あの、うん、ロサンゼルスのレイカーズっていうバスケットボールのすごい強いチームが、プロチームがあって、レイカーズ。LeBron James っていう、もうそれは有名な、うん、プレイヤーがいるから、そのレブロンみたいな気持ちでジャンプアップしようみたいな、そのコミュニケーションボールカルチャーみたいな、そういうのも匂わせる。まだここもおいしい、なんかあの伏線を持ってて、うん、これはもう分からんな、日本はレブロンをね、いろいろ取り入れてんの。なるほど。ジャンプアップトゥザトップ。日本でいうと長嶋選手みたいな感じちょうどその世代的、70年代80年の世代と長嶋選手みたいにこう、レブロンはまだ頑張ってるけどね。そうそうそう、でもそういう感じ、そういう感じ。シングソング、ここはいいよね。あの、
帰り道にシングソングやから、これ何も問題なくて、ジャンプトゥザトップ、一番高いとこまで、はい、で、レブロン・ジェームスみたいに、高くジャンプ、もう一番高いとこまでジャンプしようっていう意味やから、ね、はい、オッケー、分かった、次。ディンドン、call me on my phone、うん、電話してね、みたいな。うん、僕のほらあのなんかノリがいいやつな感じで、ああすぐ行こう行こう、すぐ行こう行こうっていう感じ、もう手がこうなる感じそうそうそう、俺で電話してね、まあ携帯あ、うん、こうやけどで、アイスティー and a game on ピンポン、これはだから、あのアイスティー飲んでピンポン卓球ゲームしようみたいな、卓球何って思うやけど、あのニューヨークでもさ、うんうん、あのなんかあのビリヤード台と卓球台を置いてる店があって、学生がいっぱいいんの、もう夜中でもワンサと人がいて、ははは、で、まあ、お酒も飲むけどアイスティーも飲む、なんか年代的にもさ、あの、うん、ティーネイジャーの最後の方から20代から30代からみたいないる、あイメージなのね、そうそう、でさ、だからあの卓球して遊ぶよね、で、うん、あのバーボンとビリヤードじゃなくてアイスティー and a game of ピンポンな世代の歌やね、やっぱり。あ、なるほど、ヒルコと一緒ですごい、なんかそういうのがでアメリカ文化わからんとちょっとわかりづらい、そう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 、うん、でも分かってたら超楽しい感じがどんどんイメージされる感じ、なるほどなるほど、面白いなこれは、面白いやろこれ、はい、次行きます、はい、ここまでが何、あの A メロあの A メロで、その次があの間のセクション、ブリッジのセクションなんだけど、うん、This is getting heavy. Can you hear the bass boom? I'm ready.、うん、ってなって、This is getting heavy. これはあの重たくなってるんじゃなくて、うん、なんか、ah, it's getting heavy. なんかあのすごい染みてきて乗ってきてる感じ。乗ってきてる。あの、これさ、この間たまたまあのあれ見てたんやけど、あのバックトゥザフィーチャー見てたんやけど、あのバック・トゥ・ザ・フィーチャーの時に要はもう80年代ど真ん中とか、あの時に要はマイケル・ジェイ・フォックスが要はヘビーになってきたでっていう、これ使ってるんやんか、あそうなんや、めっちゃヘビーやな、あでもお前まさにそれかもね、そのセリフから撮ってるのかも、うん、This is getting heavy. Oh, it's heavy. Yeah, あの So this is getting heavy. だから重いっていう意味じゃないの、うん、そうだな、だからそのかっこいいとかそういうこうあのなんていうかな、あええ感じになってきた。ええ感じになってきたっていう感じなのよな。その、それを、なんかその、何やったっけ、ドクってあの、一緒におった、あの、科学者が、あの、はい、その、1980年代は、物が重力が重くなってるんかって質問するシーンがあるんやんか。なんか、重くなってきた、重くなってきたって言ってるから。それがすごいこうおかしいっていうか、私そういえば世代的にあれはもう日本語字幕でしか見てないからさ、英語で見てないから、うん、それもう一回見たらめっちゃ面白いかもしれない、めっちゃ面白いと思うよね多分この間見たらめっちゃ面白かったもん、なんかあの映画はほんまにすごくて、あの、うん、パラドックスをうまい、いろんな伏線をちょうどあれあの当時の1980年代に1900まあ、60年代ぐらいか50年代ぐらいの人たちが流行ってたものをめちゃくちゃ取り込んでるんやんか、だからちょうど1980年代に親御さんの世代の人たちが見たらもう胸がキュンとする、それの今版、それこれの今版やな、うん、まさにな、まあ、親御さんが見たら80年代思い出してキュンとする感じやな、これ、なるほどな、Can you hear the bass boom? Can you hear the bass? だからこれはベースを、本当ベースだろうね、ね、ベースの音やね、ベースの音は、ではあのそのビートが聞こえるか、これダンス曲やからさ、うんうんうん、さっきのドラムもだからそのなあのベースドラム、no. バスドラとかのそういうビート感を出す、うんうんうん、なんだか Can you hear the bass boom? I'm ready. I'm ここは準備できるよ、うんうん、EAD みたいな感じ、うんうん、だからバスドラがブンブンブンって当ててベースがブンブンブンってなってる感じあの感じやな、今いわゆる今の子たちが行く世代のまあ要は、クラブミュージックみたいなのをイメージしてるんちゃうかな、うん、なんだっけ、こういうやつなんかああこうですね、80年代の時代やったよね、うん、その頃子供やけど、うん、まあその当時も流行ってるし今のダンスミュージックもどっちかっていうとそういうスタイルだから、そっからもう思いっきり引用してるよね、だからね、なるほど、なんかベースの重低音ってことね、が聞こえるかみたいな感じね。うん、次が Life is sweet as honey。この辺はもうあの言葉遊びもあんねんけどさ、うん、I'm getting ready と honey とかいろいろさ、money とか、うん、ああなるほどね。みたいなのもあるし、うん、Life is sweet as honey。Yeah, this
beat cha-chain like money、うん、これはあのこのビートがお金の音がする、うん、cha-chain like money cha-chain like ah なんかチリンチリンってお金の音がする、うんうんうん、っていうのがこうあのヒップホップとかソウルとかで金儲けっていうのの、うん、あのゴージャスな暮らしを手に入れるみたいなあのでもゴールドチェーンみたいな、そういうノリもある。なるほど。がこのビートで、だからこのビートで一儲けって私は書いたんだけど、そうやって書いたら語弊があるかもわかんないけど、でも要するにそういうのを伏線に踏んでて入れてる、うん、This beat、このビートはお金の香りがするみたいな。ああ、なるほどね。にチリンチリン言ってる。うん、にチリンチリン言ってるわけではなくて、うんうんうん、こういうあのこれで一儲けできるねみたいな、そういう。なるほど。Life is sweet as honey. だってお金もある、人生バラ色みたいな、そういう。Life is sweet やもんな。Life is sweet as honey. Yeah, this beat sounds like money. As honey ってことは、もう、要は蜂蜜みたいに甘いみたいな感じ。もう蜂蜜みたいに甘い。うん、だからもうこれは本当こそばそびで、ハニーとマニーを韻を踏ませたかったから、あえて書いたぐらいの。Sweet as なんでもええねんで、でも、うんうん、as honey が良かったんちょうど。そうやな、うん。マネーって書いたらちょっと生臭くなるから、ちょっとハニーにしといて。でもちゃんとそのこのそのお金の匂いがするみたいな、お金の音がするみたいなのをちょっとこう、まあマネーとライハネー、まあインフリップみたいのもあったやろしみたいな感じか。そうそう。その辺もこうあのカルチャーいっぱいこうあっちこっちから取り入れてるのも一つ。そういうことね。Don't get disco overload. I'm into that. I'm good to go. For disco overload. For disco, もう本当ディスコみんなワイワイさ騒いでて、うんうん、あのもうごった返してる感じ、うんうん、どんどん持ってきてオーバーヒートしてる感じで、うん、And I'm into that. これって into that って何やってことやけど、うん、I'm into you って言うとあなたのこと大好きっていう意味やねんか。I'm into you がね、うん、into you. I'm into that って言うともうこれめっちゃ好きって感じ。でこのビート好きとか乗ってるの好きとかディスコ好きとかそういうことやな。これあなたが大好き。 I'm into you. What's new の最後とかこれ出てくる。ああなるほど、いきなりジャズに行ったけど。I'm into you が I'm into the よくあるよあのジャズ歌詞でも。そうディスコが。でもこの当時って この世代の子たちって海外ではディスコっていうの、まだ日本はクラブになってしまったやんか。ディスコって言わへんけど、あえてディスコって言いたかったんじゃ、このレトロ感を出す。レトロ感を出すためにね、うんうん、でディスコがまあ、オーバーロードでヒートアップ、まあ、ビートとかではディスコっていうジャンルが確立されててやっぱ言葉としてあるけど、俺は踊る場所としてはディスコとは言わない。言わないのか。が、うんうん、やっぱ、うん、そのこあえて使ってる感じじゃないですか。今はアメリカだとその踊る場所のことはやっぱクラブっていうの。そうね、クラブだね。そうやね、うんうん、そうじゃない。そうやな、うん、まあね、今の若い子とクラブ行くって話したら、まあ、俺らの時代だったらクラブ行くって言ったらもうあのお姉ちゃんのいるクラブに行く感じ。若い子たちはクラブって言うとまあ踊るとこに行くっていうイメージやんか。うん、で俺がやっぱ若い頃踊りに行くとこってやっぱディスコって言ったもんな。ダンスクラブ。ダンスクラブか。うん、で、まあ、このオーバーヒートしてきて、あもうこれめっちゃ大好きやと。And I'm good to go. I'm good to go ってもうあのめっちゃ俺、まあ、I'm ready と一緒やな。うんうんうん。I'm ready と一緒やな。うん。もういつでも行けるでみたいな感じ。で、うん、で I'm diamond.、うん、you know I glow up. 僕はダイヤモンドだよ。うん。輝くんだよ。輝くんだよね。うん。glow やからね。you know っていうのはあまり訳さんでもええ感じ。あの言葉言えてるだけやねんけど、you know I glow up。そうだね。言うのっていうのはまあちょいちょい挟むあのこう、ね、こうなんていうの求めてるけど別にあんまり、うん、あの意味はないみたいな感じだね。You know I glow up. Hey,、うん、let's go. 最高な。まあめっちゃ楽しいね、もう歌詞自体も、ね。そう超楽しいね。もうこのなんかもう日本のこの美としては俺はダイヤモンドっていうなかなか言われへんから。ものすごいよね、さすがアイドルだね。うん
アイドルやね、うん、でもプリンセスプリンセスでダイヤモンドだねってあったね昔ね。あったな、ああほんまや、この世代ダイヤモンドで僕がダイヤモンドとは言ってないからね。あなるほど、これでもすごい早口やろ。まあね、うん、大変だよね、習おうと思って。そうやな、でも結局な高校生たちはみんなやっぱあのサビのとこ歌うの一緒に。スターズナイト、やっぱり歌いやすくキャッチーに作ってるよね、やっぱね。サビをみんなが歌えるように。So watch me bring the fire set the night away、うん、で、その続きがあって、うん、Shining through the city with a little funky soul。 もうここも、もうこう心をギュッとつかむよね、このあの、うん、ファンクとかソウルとかで、うん、こう街中を照らして回るみたいな。ファンクとかソウルとかで、うん、アリトルっていうのは、ウィザリトル、あ、ちょっとか。だからなんかちょっとしたファンクとかちょっとしたソウル、ソウルで、うん、でっていう音楽ね、これファンクとかソウル、うん、音楽のジャンルやけど、うん、A little funky soul でこの through the city、 この街を僕がこう照らして回るみたいな。なるほど。So I'm a lighted up like dynamite。Whoa、これは I'm aI am going to light it up like dynamite. ああ、ここ I am going to. そう、これものすごいちゃんと言うと I am going to light it up やねんけど、それを砕いて言ったら I am gonna light it up がすでに砕いた状態ねんけど、それをさらに最近はなんかかっこよくスラングみたいに言うと、うん、I'm a ってよく言う。I'm a、うん、それがなんかあのヒップホップとかソウルとかの人はこう、うん、あえてそういう超砕いたスラングを交互で歌うのがかっこいいみたいなのがあるから、ジャズではありえへんねんけど、ジャズでも、うん、I am going to って歌うやん。I am going to アマとか絶対言わへんけど、I'm a light it up like dynamite。 この辺はちゃんと使えてんのもこの韓流スターのすごいところな。なるほど。今の言い方をキャッチして、I'm a light it up。 そう。なるほど。I'm a light it up。 Light it up。 Light it up。 もう これがやっぱりこう今のそのアメリカの若者のこのこう空気感も出すし、もうそう、そんなことより、もうめっちゃ上手。うん、でちょっとそのもう1980年代ぐらいの空気感も出してるしみたいな、うんな、うん、まあまあこれはもう戦略的にパーフェクトやね。そうそうそう、うん、だから結局まあ俺らがこうこれ聞いたってあんまりちょっとその歌詞的には分からんところがここところいっぱいあるやろな、あるやろな多分、うん、さっきのなんかこうレイカーズの選手の名前とか分かれへんしみたいな、うん、その後もいっぱい出てくんねんで。あ、そうかそうかそうか、次行こう、ね、とか Bring a friend, join a crowd, whomever wanna come along。 この辺はまあ、あの、うん、英語として普通にわかる。 Bring a friend, 友達連れてみたいな。 Join the crowd。 まあまあ、群衆の中から入ってよ、入ってきて、まあ、クラウドだから、もうあの、この辺にいる仲間、まあ、そうそうそう、うん、あのバーッとダンスで踊ってる人たちみんなのことを The crowd、うん、クラウドって言ってて、で、うん、Whoever wanna come along、うん、来たい人は誰でも、来たい人は誰でもいいってことね、うん、そうそうそう、来てもいいよ、うん、で、Word up、 この Word up やねんけど、これがほんまに80年代で、うん、こう今はおそらくあんまり言う人がないか、80年代を現役で過ごしてた人はまだ おじさまたちが言わはるかもしれんけど、ワールドアップっていうのはなんかあのせやなって感じ。ああ、せやなって感じ。どうやなって感じ。で、しかもワールドだけでもいいんけど、ワールド、なんかあの私のそのジャズミュージシャンのさ、よく一緒に演奏してた知り合いのお父様方が使いはるぐらいの年代で、あなんかそうだ、なんか肯定する感じ、相手のこと、そうやな、うん、みたいな、 word、 あそれいいねみたいな、 oh word、 うん、word だけでいいねんけど、 word up、 あのもっと言うとキャミオっていう80年代に流行ったバンドが word up っていう曲が出したぐらい、なんか普通に、うん、あのみんながよく使ってた言葉で、うん、っていうのも入れるぐらいこれはよくできてたんやけど、そう、 word up っていうのはこう今は言わへんけど単に、うん、そうやなって感じ。なるほど。で、talk the talk は、うん、あの、talk the
あのフルセンテンスで全部言うと talk the talk walk the walk っていう言葉があって、うんうんうん、なんか talk the talk walk the walk、うん、だからあのもう自信を持ってそれをなしとやる感じかな、うん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 、そして talk をちゃんと話す、うん、あの walk もちゃんと歩く、ちゃんと歩く、うん、あのいろいろ使い方はあってさ、She can talk the talk but cannot walk the walk みたいな、なんか口ばっかりでちゃんとできへんと、うん、みたいな感じだし、うん、なんか talk the talk だけでもなんかすごい自信を持って言ってるっていう感じもあるし、うんうん、まあ、要するにあの word up そうやな、talk the talk、まあ、自信持って、ね、そのヘジテイトなんていうの、あの、あ、恥ずかしがらんと、恥ずかしがらないで。うん、そう、あの自信を持って Just move like we off the wall Just move like we off the wall、 これがまたさ、 off the wall にピンとくる年代とピンとこない年代があって、マイケル・ジャクソンやろ、マイケル・ジャクソン、そうそうそう、アルバムやんな、フォーク・ミシー・ジョーンズ、うん、もうここも上手、マイケル・ジャクソンをさ、もう上から下までこうあのダンスとかにもものすごい使ってるわけ、あのビデオでもそうやし、うん、ビートもそうやし、うん、あの時代のをキャッチしてるよね。で、それを若い子たちにもエデュケートしてる感じがあるよね。The Move Like We Off The Wall、 これは本当 Off The Wall のアルバムがここに出てくると思うけど、ああ、なるほど、うん、だったそう。それがまあそれを英語で普通にセンテンスとしてはこう型破りに自由にって感じやから Off The Wall、うん、はだからなんかそう、あの何も気にせずに型破りに踊ろうぜみたいなっていう意味もあるし、まあそのあのあのアルバム、マイケル・ジャクソンみたいに踊ろうぜっていうのも伏線としてはあるよ、としてはあるもんな、うん、なるほど、これはピッパッとピンとくるな、やっぱりオフザワールは陽気、うん、そう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 、上手だよね、はい、Day or night the skies are light so we dance to the break of dawn、もう多分私分かってへんけど、The Break of Dawn もなんかあるんじゃない？もうあの、Day or Night、昼も夜も、うん、あの空は明るい。僕たちには空にとっては空は明るいから、もう夜明けまで踊ろう。ああ、なるほど。うん、Break of Dawn。Dawn は夜明けやもんな。うん、そうそうそう、うん。Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball。ここだけ急になんかかしこまってこうアナウンスメントみたいになんねんけど、うん、Ladies and gentlemen とかさ。紳士、淑女、うん、皆様ってことやんか、うん、皆様、I got the medicine、うん、これ本当どういう意味やねんって感じやねんけど、薬、僕は薬を持ってるよ、だからメディシン、これまあなんか魔法薬っていうか、僕はこうあの操ることができるみたいな、僕についてきたらいいぜみたいな感じ、なるほど、でもそれでいろいろ僕は左右することができるから、うん、You should keep your eyes on the ball、 これはどういうことかというと、うん、ボールってこれ例えばバスケットボール、うん、にちゃんと目をちょあの目がそらさない、うん、っていうゲーム中ちゃんとバスケットボールに目をそらさないっていうところから派生して、うん、ちゃんと集中して、うん、ついてきてやっていう感じ、ああそういうまあ慣用句みたいな感じなんだね、うん、You should keep your eyes on the ball、 だからこれがこうあのノリバスケットボールのノリもある、うん、なんかちゃんとついてきてね、僕に、僕はあのいろんなところにあの行くかもしれんから、でも魔法薬を持ってるのは僕だから、うん、君たちそうやってしっかり集中してついてきて楽しんでねみたいな、なるほど、やはあれやな、あの you の意味やな、あそうだね、 you should your eyes on the ball、 そうだね、ね、まあそうか、こんなのここにやーってすんのもまたあのさっきのあれアマと一緒やな、うん、You should keep your eyes って言わへんと、You should keep your eyes。うん。これがまたかっこいい、今の言い方。そう。あの、要はブラックミュージシャンみたいな感じだよな、多分こういう感じ。そこら辺がだから、それをこうかっこいいね、あの、こう、韓流の、なんか綺麗な感じの男の方たちがやってるからかっこいいやろな、やっぱり。しかもちゃんと言えてる、これがちゃんと発音できてなくて、ナチュラルに言えてなかったら、冗談にしかなれへんからさ。ああ、なるほど。うん、そうそう。それが上手だよね。もう発音とかその辺の感じももう、いや普通に目つぶって聞いたらブラックミュージシャンが喋ってる、歌ってるみたいな感じ。うん、そんな感じ、そんな感じ。うん、アメリカでその普通に育った若い子たちって感じ。そうなんや。ブラックミュージシャンとは限らへんけど、アメリカの若い子たちの喋り方って感じ。ああ、そっか、そういうことか。
やっぱその辺がやっぱ完全になんかこう、うまく世界あのノースアメリカをすごい視野に入れてるよね。うん、じゃあ次行きましょう。This is getting heavy. Can you hear the big boom? I'm ready. Ooh, 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 さっきと一緒ね。Life is good as honey. Yeah, this beach chain like money. うん、一緒ね。Overload. I'm into that. I'm good to go. I'm diamond. You know I glow up. Yeah, so let's go でしょ。で、どこも一緒やったし。Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight.あ、ここもまあ一緒か、最後とか一緒やね。 Getting through the city with a little funky sauce. So I'm a flying it up like dynamite. Whoa. そうやな、じゃあ一緒やね。黒田さん、どこ練習しよう。じゃあここの最後のここじゃあ最後やろうか。okay. ここだけしようか、ここ最後。 OK、じゃあ最初これここにこれ印つけたからさ、これあの皆さんも一緒に ここだけでも歌えたらね、若い子が僕らと同じ世代の子がこうカラオケでなんか若い子が歌ったら、そこの部分だけこうやって一緒に歌ったわけだからね、かっこええやんな。しかも英語バッチリやったら。そう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 。One, two, three. Cause I'm in the stars tonight. One, two, three. Cause I... え ?One, two, three, four. Cause I... あ、こう4の裏からね。One, two, three, four. Cause I'm in star night. Star night. Stars tonight. Stars tonight. One, two, three, four. Cause I. One, two, three, four. Cause I'm in the stars tonight. そう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 。Stars tonight. Stars tonight. そうそうそう。Stars tonight. その次が。その次に、So watch me がめっちゃ短く入んねんか。So watch me って入るのね。So watch me, so watch me. One, two, three, so watch me ってなるの。もっと短いねん、実は。それでもいいねんけど。One, two, three, so watch me. One, two, three, so watch me か。3の裏から入って。3の裏裏みたいな感じ。から入って、この4、ここが4表だよね。そうそう。One, two, three,One, two, three, so watch me, please. そう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 。これ四拍目がこのワッチのこのここに当たる、ね。Watch me, そう。そうそうそうです。こうね。So watch me, そう。So watch me. Bring the fire. Bring the fire. そうそう。And、bring the fire, set the night alight.Fire and はつながってて、Bring, エンドでほとんど忘れる。Bring the fire and set the night alight。そう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 。Bring the fire and set the night alight。One, two, three. So watch me bring the fire and set the night alight. set the night alight.Night alight か。そう。So one, two, three. So watch me bring the fire set. one, two, three. So watch me bring the fire set the night alight. おお、できた。うん、それです。かっこいいな。でもここだけでもめっちゃキャッチーやもんね。うん。これかっこよく一緒に歌ってくれたらちょっと。おじさまも結構かっこいいよな。しかもね、この曲はしかもここが歌えなくても、うん、最後の最後で、ナナ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 ナ Life is Dynamite っていう場所があって、ほんまに歌詞歌えへんでも、ダイナナナはみんなで歌える。あ、なるほど、なるほど。そこで盛り上がれるっていう仕組みまで作ってあるんです。まあ、よくできてるね。そのこといっぱいあるわ。そうか、でも今の時期こう、ね、暗い事件が多い中でこうぜひこれみんなで歌って明るくしていただきたいということですね。はい、というわけで、深尾大佳さん今日もありがとうございました。皆さんぜひ歌ってみてください。お疲れ様でした。